皆さんこんにちは。今回は1ヶ月で太ももマイナス3センチ目指すプログラムをご紹介していきます。ウィーク1からウィーク4まであって1週間ごとに更新していきますので、まずウィーク1を1週間続けてみてください。でウィーク2が出たらウィーク2を1週間続けるといった形で1ヶ月頑張ってトレーニングを続けていきましょう。今日は私がやっているオンラインサロンのサロンメンバーも連れてきました。アルミです。ルナです。今日はこのお二人と一緒にトレーニングをしていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ではまず大きく足を開きます。でつま先はまっすぐ前を向けます。ここからサイドランジしていきます。で胸の前で組みましょう。でお尻を後ろに引きながらしゃがむ。でこのまま中腰保ったまま左右に行きます。そうなるべく低い位置を保って続けていきましょう。繰り返します。続けてください。でこの時に背筋はしっかりまっすぐ伸ばすようにしましょう。胸もしっかり張って顔をまっすぐ前向けます。繰り返しましょう。お尻と太ももを意識していきます。あと5回いきます。1 2 3 4ラスト。OK です。次に足揃えて片足に体重を乗せます。でこっちの足はもうバランスを取るだけです。このままお尻を後ろに引きながらしゃがんでいきます。左足で床を押すイメージです。そう繰り返しましょう。そう、ぐっとお尻を後ろに引いていきます。そうそう、こっちの足はバランスを取るだけです。そう、繰り返しましょう。胸をしっかり張って背筋伸ばしていきます。あと5回いきます。1 2 5回やったら最後下で細かく小さくいきます。はい、下で細かく小さく10回。2 3 4 5 6 7 8 9。はい、 OK です。じゃあ次反対の足やっていきます。いかがですか？じゃあ反対の足に体重乗せてぐーっとお尻引いてしゃがむ。立つ。繰り返します。そうです。曲げた方の膝がつま先より前に出ないように気をつけましょう。ナイスです。繰り返します。
と5回いきます。1 2 3 4。はい、次から小さくいきましょう。2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト。はい、 OK です。じゃあ次にマットの上に横になります。で、足前に出して、下の足はまっすぐ伸ばしましょう。ここから下の足を上に向かって上げる、下ろす、上げる、下ろす、繰り返します。内もものトレーニングです。下ろす時もゆっくり丁寧に行います。まっすぐ上に上げていきます。あと5回いきます。1 2 3 4。ラスト。はい、OK。 次反対に行って、反対の足も行きます。足前に出して下の足上げます。足の内側で上げるように意識しましょう。あと5回いきます。1 2 3 4。ラスト。はい、 OK です。じゃあ次にペットボトルを用意します。置きます。仰向けに寝ましょう。ペットボトルを足で挟んで、内ももをしっかり力入れて足で挟みます。で、ここから上げていく。これ繰り返します。しっかり両方の足でしっかり挟みましょう。あと5回いきます。1 2 3 4。ラスト。はい、 OK です。
って続けてみてください。